拝島駅を降りまして、玉川上水沿いにちょっと歩くと、由良の里という、温泉施設があります。今日8月8日は立秋でしたっけか、朝は少し秋めいた風が吹いていたように感じますが、やはり、午後になると気温はめっきりと上がってきます。しかし暑い夏こそやはり温泉ですよね。さあ、由良の里に着きました。これから一風呂あってきます。あー、さっぱりした。温泉で散髪もしちゃいましたよ。